自殺率で言うと LGBTQ はですね、ストレートの6倍以上。トランスジェンダリーに限った10倍なんていうデータも出ています。周りの友達とかに、うちのように言ってもいいよ。だけど、ネットに書くネットに書くと本人見ちゃうから。ね。タレントのリューチャルさんが亡くなられた、まあ自殺されたことについて解説したいと思います。 も私もですね、サンデージャポンとか番組で何度か共演させていただいてたので、知らないわけでもないので、今回のニュース報道、驚いております。それと同時にですね、ペコさん、ペコさんもお会いしたことあるんですけれども、ペコさんとリーツルさんが結婚して子供を作られて、その後、まあ、カミングアウトして、政治人は女性ですということで、急速にね、 女性化していったみたいなところがあると思いますがまあ芸能人とか自殺するたびに僕解説動画を開けさせていただいてるんですがまあ一つポイントとして家族の方とか世の中から誹謗中傷を受けたりとかして心が落ちてる人たちをまあ周りに抱えてる方々に言いたいあるいは自分がそうなってる方に言いたいんですけれども自殺未遂の方ですねを取材された作家さんがいらっしゃるんですけれども。 その作家さんが言ってた言葉は何かっていうと、自殺しなくてよかったと。助かってよかったというふうに言われてる方々が結構ほとんどだったと。衝動的に自殺をしてしまったが、未遂で終わったということなんですね。というのは、まあ、落ち込んでる時っていうのは、まだ体力があるうちはですね、そういった自殺をする元気もあるわけですね。自殺をする元気があるうちに自殺をしてしまうというところが傾向としてはあります。 逆に落ち込みすぎて、もううつ病の薬とかゴリゴリ飲んでるような状態っていうのはですね、もう体も動かないんで自殺する元気もないんですね。自殺する元気もないような時っては自殺しないので、安心つったらあれなんですけれども、危険度は低くなる。まだ自分の体が動いていてですね、そういった時にふと一人になって、例えばお酒を飲んで家帰ってきて一人にふっとなった瞬間にですね、自殺を衝動的にしたくなる。 というのがですね、多くあるケースのようです。私の身の回りにもですね、自殺された方いらっしゃいますけれども。 口々に言うのはですね、同居人が確かに最近うつっぽかったけれども、元気は元気だったよね、みたいなケースがやっぱりほとんどなので、そこはすごく注意しなければいけないということ。で、もう一つは、まあその辺はどうなのかわからないですけれども、やっぱホルモンバランスが崩れていく。まあ例えばその、ニューハーフの方とか、女性になろうとしてる方とかはですね、女性ホルモンを飲んだりしていて、まあこういったそのホルモン剤がですね、えー、不安とか、 そういったものをね引き起こしてしまう可能性もあるのでその辺の服用に関してはですねやっぱり注意をしなきゃいけない、まあ、自分が自殺しないためにも周りもですね注意する、まあ、一人にしないというのがですね一つ大きなポイントかなというふうに思っております <laughs> そしてあの言いたいことは陰口を叩きたい子供をね育児放棄だなんてねお父さんなのに女性に一人でなっちゃったりとかですねそういうこう まあ、いわゆる自分の正義を押し付ける系の人。あるいは自分も抑圧されていて、自分はこういうところにいたくないのに、仕方なくそうなってるんだみたいな人。自分がね、その、押し付けられて、その、自分なりのその正義の世界で生きてる分にはいいんですが、それをもうネットに書くな。な。もう周りの友達とかに、愚痴のように言ってもいいよ。だけど、ネットに書くな。ネットに書くと本人見ちゃうから。 ね俺の悪口も書くな。本当は。うん。これはメンタル強いから、デジビリッシューとかって言って、書いてる奴ら、あの、全然、あれだよ。あの、傷ついてないかっていうと、まあまあ傷つくよ。うん。なので、書くな。自分の胸の中にしまっておけとは言わない。ストレスかかるんだったら誰かに言え。だけど、ネットに書くな。な。 陰口ってのはね、本来そういうものなんですよ。うん。なんかわかんないけど、自分がなんか必死で子育てしててさ、自分も女になりたいおっさんとかいるのかも知らんけど、そうなった人をネットで叩くのな。な。ということでね、陰口というのはネットに書くなということをですね、まあ当たり前のことなんですけれども、2チャンネルみたいなクソ、クソなメディアをさ、作ったバカもいるけどさ、 まあ誰かどうせ作るんだろうけれども、それをさ、肯定するような言説も僕は、あの、許せないと思います。ということで、かけ口はネットに書くな。な、友達の間でこそこそ言うもんなんです。 LGBTQ という言葉自体はですね、もう皆さんご存知かと思いますので、説明は割愛させていただきますが、いわゆる性的少数者、セクシャルマイノリティの総称として使われる言葉で、1970年代とか80年代ぐらいですね、欧米で広まって、最近やっと日本でも浸透してきた言葉です。で最近ではこの素ジという言葉も並行して使っています。LGBT っていうとどうしても少数派の方たち限定的な話し方になりますけれども、この素ジという言い方をすると、性的思考、まあ、誰を好きになるのかとか、自分をどう認識するのかっていうのは、 まあ、これは少数派多数派関係なく、広くみんなの課題ですよね、ということで、最近ではセクハラとかパワハラと同じように、ソジハラ、ソジに関するハラスメントをどういう風になくしていくか、そんなことも話題になったりしています。言葉はもう一つ戻って、このトランスジェンダーという言葉、まだまだ身近に感じられない方もいらっしゃるかもしれませんが、これは僕のように、生まれた時に割り当てられた性にとらわれないできる人、性を超えて生きる人ということで使われます。ただ、このトランスジェンダーという言葉、非常に幅の広い言葉です。みんながみんな 手術をするというわけではなくて、手術をしなければという人もいれば、別に手術までしなくてもいいかなという非常に幅の広い言葉その中でも特に性別違和が強い場合に、日本では性同一性障害と疾患名をつけるケースがあるんですが、実は世界的に見てみると、これ、障害でも何でもないですよと、一つの生き方なんです、ただ医療的なサポートは必要ですよねということで、WHO の精神疾患分類からも正式に外れまして、現在は性の健康というところに分類されるようになりました。なので遅から 早か日本でもこの性同一性障害という言葉はなくなる方向ではあるんですが、2004年からこの性同一性障害特例法という法律がスタートいたしまして、ここにある5つの要件を満たすと、戸籍上の性別の変更ができるということで、現在までに1万人以上の方が戸籍上の性別の変更をされています。 ただこの戸籍変更の条件、日本、非常に厳しいというふうに言われてまして、どれもいろいろ問題があるんですが、特に問題視されているのはこの4番と5番ですね。これ、何を言っているかというと、戸籍上の性別変更したかったら、手術をして生殖機能を取り除きなさいということが定められていると。でも、法律でね、生殖機能を切れなんてなんて野蛮な法律なんだということで、人権侵害以外何者でもないということで、世界からは非難を浴びているような条件ではあるんですが、実際どのくらいいるのかということで、いろんなデータ この5から8%というところですね、はい、AB 型の人とか左の人とさほど変わらない数になります。もっと具体的にどんな数字と近いかというと、佐藤さん、鈴木さん、高橋さん、田中さん。この4つの苗字の、ね、お友達がいないっていう方は、なかなかいらっしゃらないんじゃないかなというふうに思うんですが、佐藤、鈴木、高橋、田中さんというのは、日本で最も多い苗字のトップ4になります。この方たちの日本の人口の登録が大体5、6%ですの、ね、で、LGBT の人に会ったことがないなと思われる方も、皆さんが今まで 共に過ごしてきたまた現在も共に過ごしているこの4つの苗字の方と同じ、もしくはそれ以上の LGBTQ の人と共に暮らしているということを知っていただければ、少し体感としてイメージが湧きやすいんじゃないかなというふうに思います。ポルタルヘルスを1つ取ってもですね、うつ病のとこ、緑色のところがいわゆるストレートと言われる方たちですね。で、ブルーのところが LGB、赤いところが T ですけれども、トランスジェンダー、圧倒的にうつ病率、発症率が高いんですね。さらにこの内訳を見ると、僕のようなトランスジェンダー男性ではなくて、トランスジェ 女性、男性から女性に移行された方が圧倒的に多いと。これなぜかというと、女性でありトランスジェンダーであるというダブルマイノリティになるからです。生きづらさと生きづらさが合わさったときにはもう掛け算的に生きづらくなっていくということが表れています。自殺率でいうと、LGBTQ はですねストレートの6倍以上、トランスジェンダーに限った10倍なんていうデータも出ています。ちなみに、この自殺を考えるピークの時期は、中学生から高校生にかけて、そんなデータも出ています。ここういったととの背景に何があるかというと 法整備が進んでいないというのが一番の課題になります。同性婚ができない、差別禁止法がない、先ほどお話した特例法の緩和が進まない、これ、同性婚にこだわるのはです、ね、決して同性婚がゴールではないんですけれども、一つ必ずクリアしなければいけないというふうに思っています。というのは、すべての国民は皆、平等にと言いながら、結婚できる人とできない人がいる、これ、裏を返せば、すべての国民の中に LGBTQ の人は含んでないんですよ、そういった裏メッセージが根強く残る差別、偏見につながっているということで、 ですので婚姻の平等というところもちろんなんですけどそれによる人としての尊厳というのを求めているんだということをまずご理解いただけたらなというふうに思っています。